放送があった時にですね、はい、まあ、男性女性の、まあ、シンボルを、まあ、チンチンですよね。まあ言っちゃいますね。その辺は言っちゃいますね、はい、を、まあ、モチーフにしたというか、はい、祀ってある、そんな神社になってるんですけども、はい、チンチンを探すわけですね。そうです、そうなんです。我々で、7チンチンかけてくえ、じゃあどっちが多くチンチン見つけるか勝負ですね。いや僕も知ってるから。あ、そうなんですか。だから純ちゃんが見つけたら見つけたっつって視聴者の皆さんをあの誘導してください。わかりました、ね、じゃあどこまでの間に7チンチンあるの？その今ですね、はい、一応段取りを説明しますと、はい、神社抜けると、はい、資料館がございます、はい、でその資料館であの宮司さんが待ち受けてるらしいんですけど、なるほど、その宮司さんにたどり着くまでに7チンチンあるらしいです。じゃあ一応目標としては5チンチンぐらいは見つけたいなと思います。目標5チンチンでお願いします。はい、というわけで早速、はい、入っていきたいと思います。こちらです。え、これ行けばいいですか？もう行っちゃいます。行きましょう。あ、もう もはやすでにこの辺に隠れてるかもしれないってことですね。そうなんですよ。ちょっと気をつけてみないと分かんないっすよね。え、あそこが資料館？あそこがもう資料館です。あの向こうにあるのが七チン…え、これとかじゃないっすよね。あ、まあこれも一つの、あ、これ一チンチン。あ、あった！思いっきりチンチンあった！一チンチン、これこれはそうですね。思いっきりチンチンじゃん。完全にそうです。立派ですね。立派です。理想的なチンチンですね。1個目のあのね、画面越し見たら、うん、カメラさんの抜きがえげつないすごい、なんか大人のチンチンだですね。で、純ちゃん一応この辺も、はい、1チンチンにカウントされます。なるほど。じゃあ1チンチン、2チンチン、3チンチン。どこ、あと純ちゃん一番でかいモニュメントがそこに左にあるんですけども、はい、気づきませんかね。え、どこ、あそこにちょっとあるんですけど。あ、ちょっと待って、とんでもないチンチン見つけたんですけど。ちょっとカメラさん行ってください、行ってください。うわわわ、雷すごい。すごいチンチン見つけましたよ。これはすごいっすよね。これやばいっすね。ちょっとカメラさんも寄ってもらう。すごい。これ4チンチン目です。これ4チンチン目。4チンチン目です、これで。すごいですよね。これはちょっと立派な、一番多分でかい感じですね。さあ、4チンチン見つけたところで、先に入りたいと思います。はい。さあ、まだあるってことだよね。雨の方もすごい強くなってきましたけども、ちょっとね、勇み足でいきましょう。そうですね。他には目標値的にはあと1チンチン見つけたいところですけども。あと1チンチンは絶対見つけたい。ないですね。ない。え、見落としてるんだ俺、3チンチン。悔しい。あ、ちょっと待って。これはカウントされますよね。ちょっとあの、これ神様に怒られたじゃないですか。大丈夫です、大丈夫です。これ、そうですよね。これは完全にそうですね。なんかもう、形がもう。あの、僕、目に映るもの全てがチンチンに見えてしまって、これとかもチンチンなんじゃないかって思っちゃいますよ。あ、でもこれで5チンチン達成ですかね。5チンチン達成しましたね。おめでとうございます。やった。だからって言って何があるわけじゃないんですけども、ちょっとでもやっぱ、でもこれで宮司さんにですね、はい、なんかあの面目が立つというか。そうですね、我々5チンチン見つけることができましたよ。一応入る資格ありますよね、はい、すごい。宮司さん、お願いします。カメラマンさん映してください。宮司さんでございます。多賀神社の宮司さん。そうですね、はい。 お名前をお伺いしていいですか。久保と申します。久保さんです。まあ、正式に言いますと、あの多賀神社の宮司でもあり、こちらがですね、はい、正式名紹介してくださいよ、はい、いろいろ。あ、ただ久保さんすいません、一応これ生放送なので、はい、結構危ない、はい、危ない絵とか、はい、その映っちゃダメなやつとか多分あると思うんですよ。いや大丈夫ですよ、久保さん、行っちゃいましょうよ。地上波やったでもぼかしますけど。ぼかしますよね。それは私は分からんですですよ。うちの母親も見てたのかな。じゃあちょっとすいません。あれ普通にお客さん来られてますね。お客様が。すっごいな。ちょっと俺も久保さんの頭が隠れてるんじゃないですか。見えなくてさ。ちょっと聞いてみます。意識してますから。そう、ちょっとやっぱそれは男性器を。もしかして久保さん、あれですか、やっぱりその、なんていうんですか、久保さん自身もその帽子みたいなのを、はい、男性器とかをちょっとイメージしたみたいな感じなんですか。いや、これはですね、はい、ちょっと大病しまして、はい、そうなんですね。ちょっと、笑い話やめましょう、じゃあ。
本当にそういう意図があるのかな。いや、これがですね、はい、大安宝一さんにって、まあ、有名なあの評論